はい、皆さんこんにちは、田野治です。今日はですね、もうご存知の方、また来たか、まだやってんなと思いでしょうけども、お付き合いください。自宅におりまして、ビールのね、ご紹介を、またやりたいと思います。今日はですね、前回じゃねえや、以前ご紹介したチアーズビアっていうね、青い缶のやつご紹介しましたけど、それのなんかエクストラっていうことで、こんなのがありました。これは別に私その初めて見て思わず手に取ったっていうことで、別に普段飲んでるわけではありません。別にこのね、ちょっと動画のこともあったんでね、なんだこの缶と思って、で撮って、撮影している次第です。それと、もう開けちゃったんですけど、つまみでね、ハッピーターンということで、こんな感じでね、最強とまでいかないですけどね、2番目ぐらいの、なんかいい感じかなという、気はいたします。ちなみにですね、ここに書いてある通り、アルコール6%だそうで、結構高いですね。ビアシンよりも高い、あ、そうですね、ビアシンよりも高いと、いうことになります。で、これをね、ステッカーついてないんで、一応、耐性のビールということになるんじゃないかな。バーコード88なんで、タイ製なんですね。タイの製品なんですけど、多分この辺に、いろいろ書いてありますけど、この辺の、原材料とかね、なんかいろいろそういったなんかの工程が、ライセンスもらってるんでしょうね。で、作ってると。だから、缶もね、タイ語が書いてあるということになります。それではね、ちょっと早速、飲んでみたいと思います。はい、じゃあいただきます。なるほど。苦味がちょっとあるかなっていう感じですね。サクッと飲める感じではなくて、なんかやっぱちょっと6%なんで、ちょっとアルコールがちょっと強いのと、ちょっと苦味がちょっと感じるんですけど、それのね、影響で、スッと飲める、美味しいですけどね、スッと飲める感じじゃなくて、やっぱりその、かなり、ビール好きな人ですね。軽くてね、ラガービールみたいにこう、飲みやすいのだとちょっと物足りないって人なんかにはこれがすごくいいかもしれません。私は、これいくらだったっけな、金額忘れましたけど、これを買うんだったら、やっぱチャンとかシンとかね、場合によっちゃ、この間ご紹介したアサヒとか、ね、そういうのを買っちゃうかなっていう気はします。ビールがその好きで、で、アルコールと高くて、ちょっとその、要は苦味がね、すごくしっかり感じたいっていう人は、これはおすすめです。で、例えばね、若い人でそんなにこう苦味がね、苦手だとかっていうんだったら、あんまちょっとこれよりはやっぱりビアちゃんとかね、レオのラガーとかね、の方がおすすめじゃないかと思います。これはね、これで美味しいんですけどね、アルコール6%って多分一番最高じゃないかなって気するんですけどね。どうなんでしょう。ね、酔いがね、早くね、回りそうです。はい。じゃあ、この辺でね、動画、こうします。はい、この辺で動画切らせていただきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。